問したの、どうか。上村隆は最低の人間だ。お前は日本人のクズだ。史上最低の新聞記者が捏造記事を書き、ノーノーと言っている。報道したあの個人がこれだけ攻撃を受けていると、そんなバカな世の中になっちゃったのかと。자기 욕구만 채우려고 그냥 발가벗게 갖고 자기 마음대로 거짓하다가 살면 내가 못 견디겠으니까 견딜 수가 없을게. 그대로 뛰쳐나올까 다니 창문에 뿌리치고 뛰쳐나올게. 나와갖고 그 빨리 보시는 거 그냥 두들겨 느끼고 강제로 끌고 들어갖고 매도 많이 맞았어요. 내가 안 들으려고 하다 매를 맞고 안 들으려고 하다 매를 맞고. 만약에 저렴한 45년간 이해나갔다면 이나서 僕は想像できると思います。被害者です。だけれども性の被害者、事件の被害者、レイプの被害者っていうのはなかなか表に出てこれないです。本当に自宅の電話番号をネットに探された時は恐怖を感じました。上村を雇っているのは本当かという話から始まってメール攻撃ですよね。電子メール攻撃 でその次にあったのが今度は手紙ですよね。手紙の中にはカミソリとか、いろんなものを入れて、来たとか、お前のところは女子学生が多いから安全だと思うだとかですね、さまざまな何ですかバッシング、つまり上村さんを雇っているということに対するバッシングですね。娘の目からですね、丸い、涙がポロポロと落ちるのを見てですね、ああずっと娘は辛かったんだなと、耐えていたんだなというふうなことが、まあ、感じました。朝日の冒頭にはその後の研究で大きな重大な誤りがあったことが明らかになっている。この問題を調査した東京キリスト教会の西岡勉と氏が指摘する。上村記者の記事には低身体の裏で戦場に連行されとありますが、低身体とは軍需工場などに勤労動員する組織で、慰安婦とは全く関係がありません。まあ、このコメントがですね、捏造記者のまあ、レッテル貼りの原因になりまして、ありました。で、まあ、大学ではこのように反日熱を記載する死をもって償いなさいとかこんなものを送るわけですね。それでこれをやってるのは桜井よし子さんと西岡さんということで、2人を私は名誉毀損で訴えました。まず桜井氏が述べたことというのは、まず歴史観です。桜井氏の慰安婦の歴史観についてルール述べました。どういう主張をしたかというと、今日本は旧日本軍が戦時中に朝鮮半島から女性たちを強制連行し、慰安婦という性奴隷にし、
その挙句 75% の女性たちを殺害したという非難を浴びているんだ。こういった日本の濡れ衣は誰が作ったのか、その原因を作ったのは朝日新聞であり、上村さんはその重要な役割を担ったんだ。上村さんはご自分が書いた記事のどこが間違っているかというのをいろいろその後に明らかになった情報などによって確認することができたはずなんですけれども、私がこの一連の記事を書いた2014年の段階になってもその訂正を上村さんはしていらっしゃらないということで、僕もこの元新聞記者です、皆さんも新聞記者です、これはあの単に上村個人の問題ではなくて、ジャーナリストが後ろから別の企みを持ったジャーナリストで、ね、改革中のジャーナリストに攻撃されるような今時代になって、非常に危険な時代になって、
事実を提起して名誉を損した信用低下させた、そのことは認める、まあ、しかしながら桜井さんがジャーナリストが守るべき最低の調査活動、取材活動というのをしないまま個人の名誉を傷つけるという行為に対して、まあ、無理解というか、まあ、きちんとしたその評価できないと。その深刻な影響、そのことについて私は常に批判の矢を放ってきました。私は私が歴史を書き換えていると全然思っていませんし、むしろ歴史を書き換えようとしているのは朝日新聞であり上村さんであったというふうに感じております。売春という行為を戦時下の国策の一つにして戦地にまで組織的に女性たちを連れていった日本政府の姿勢は言語道断、恥ずべきであるな。言語道断って日本政府の姿勢、強制的に組織的に女性たちを連れていったと自分で自分の文章として書いてあるんですよ。これはもう92年の7月の段階で桜井さんがそういう認識を持っていたということですよね。2014年になると桜井さんは、上村さんの捏造を記事だった。その当時自分が書いていた記事をイコールそれを自分のことを捏造と言っていたと、まあ、何ら変わらないことを、ね、言い始めますね。この変化どうするのか、どういうふうに考えますか。やっぱり90年代後半から安倍さんたちが今の安倍首相ですね、安倍首相が教科書問題を変えようと、慰安婦の記述をなくそうと、歴史を変えようというそういう動きを始めますね。でそれと休日にして桜井さんも変わっていくわけですよ。日本が国ぐるみで制度連にしたいわなき、中傷がですね今世界で行われているのも事実であります。それが教科書に事実であるかのごとくの前提にですね強制連行を書かれるのはおかしいという運動を展開してきました。安倍晋三総理は97年に、自民党の若手の議員の会を救いまして教科書に慰安婦問題を書いてはならない、慰安婦問題というものが出されて日本の歴史が汚されたと、と同時に表面には出てこなかったですけれどもメディアをコントロールするという報道への介入はもう97年これは私の関係から言ってはっきり97年ということができるんですけども、慰安婦問題っていうのを一つメディアの世界でタブーにしてしまおうという、こういう問題を論じたり取材したりするとこの危ないんだよと、そういうものを一人一人の記者の中に不安を作っていく、かつ記者だけじゃなくて新聞社とかテレビの幹部がねこういうことを書いたらテレビ局が新聞社がこんなに攻撃を受けるならばちょっと抑えようじゃないかと。
この日昭和62年5月3日29歳で亡くなった時に星が起こってます。私がちょうど1984年に朝日新聞に入社したんですが、小尻記者も同じ通り小尻記者が殺された、前のその犯行声明、ですね、赤報隊が準備しているその犯行声明が、この本の中に出てるんですが、この中にですね、こういうふうなことがあります、言葉があります。我々は本気である、すべての朝日社員に死刑を言います。反日分子に極刑あるのみで、我々は最後の一人が死ぬまで処刑活動するという犯行声明があるわけですね。つまりここではその、小尻記者を名指しにしているわけではなくて、すべての朝日社員に死刑を言い渡すというのが出ているわけです。桜井さんは、今でも上村さんが記事を捏造したとお考えでしょうか。上村さんがそのようにしたのではないかという疑問が強くなったために捏造したと言われても弁明できないのではないかとかですね、仕方がないだろうということを書きました。これキム・ソクスンさんを売春婦だというレッテルを貼っているそういう記事なんですよ。彼女の記事はキム・ソクスンさんに取材したりダメじゃないですか。なぜヤンクの人たちに質問しなかったかということですけれども、私は朝鮮半島問題の専門家である西岡さんとか、韓国のアンビョンシク先生とかいろんな方々の意見を聞いておりました。そのように取材を私なりに尽くしたと考えておりましたので、慰安婦の方には聞いてはおりません。日本軍や記憶の場ということで、日本人慰安婦被害を受けた、女性たちのことを記憶していこう、その未来に伝えていこうという公演であります。我々が最も恐れていることは、我々のこの痛みの歴史が、辛い歴史がというんですね、忘れ去られてしまうことという。もちろんそういうふうなことは分かっておるわけですけど、改めてその言葉がここに刻まれているということの意味を、やはり日本人として、またジャーナリストとして真剣に考えなければならないなというふうに思ったんです。戦争中には朝鮮の植民地はあの音とによく、その戦争に動員されていた。軍隊の兵士たちに性的な奉仕を、させられた女性たちが感じていた強制的な苦しみ、これは語ることもできない問題であると。
私が裁判を起こしない一番の理由っていうのは、そういう不当な被害を受けている人のために、私みたいな人が声を上げて実際にそれが認められているっていうことを世の中に知ってもらいたかったからなんですね。なので示談をすることによって、あの事実が埋もれてしまうっていうことは避けたかったんです。歴史の真実を伝えた記事がですね、鉄道というふうに弾圧されるような、そういう時代風潮、歴史優先主義の広がるような時代に、をなんとか食い止めて、真実が伝わるような社会を作りたいというふうな大きな思いもあります。Thank you.